天野ボールロスト、これで速攻の形になります。山田裕樹、松浦を使った、ショートカウンターが成立しました。最後松浦先手を取ったのは上野岩田です。試合の序盤からこう目指していたものがようやくこうゴールという形まで復帰しましたね。はい、天野を潰して山田裕樹の浮き球に松浦のシュートです。山田裕樹のボールの質はもちろん高いんですけども、はい、川又がしっかり中央を伺ったのでどうしてもそちらにこうまず絞らざるを得なかったですよね、はい。